私も1980年に消費者運動というものを政治学的な立場から研究したことがあります。その時の消費者団体の皆様、それから多くの諸団体の状況と比べると、今は格段にその存在感と影響力が高まっているのではないかなと感じている次第です。近年、ガスの湯沸かし器等による事故、食品表示偽装や中国製冷凍餃子事件など、消費者の安全安心に対する信頼を大きく揺るがすような事件が全国的に続発しております。政府においては、消費者生活者重視の政策推進を目標に掲げ、消費者行政推進会で議論が行われております。実はその座長をしているのが私の友人でもあります佐々木武先生で、その委員の一人である川戸恵子さんから電話があり、このシンポジウムがものすごく重要なシンポジウムであるから真剣に参加するようにというふうに電話が来ております。この消費者行政推進基本計画を策定し、消費者生活者の視点に立った行政への転換を図っていくことが国の方針になっています。本件におきましても、長寿を恐れず楽しむ社会を作るというのが蒲島県政の一つの目標でもあり、県民が安心して長寿を迎えることができるような県を目指しております。消費生活の安定向上への取り組みとしては、本年熊本県消費生活条例の改正を行ったほか、消費者行政の一元的推進を図るために組織再編を行ったところでもあります。さらに、悪質事業者の指導処分多重債務対策などを強化するとともに、消費者基本計画を策定することを今行っております。住民の声に真摯に身を傾けて、県民の目線に立って対応していくというのが蒲島県政の基本的な姿勢でもあります。本日お集まりの皆様をはじめ、関係団体との連携のもと、今後とも消費者生活者が主役の社会づくりを推進してまいりたいと思っています。皆様方のご理解と絶大なご協力をお願いする次第です。最後に、本日の主催各団体のご発展とご出席の皆様方のますますのご活躍を記念し、お祝いの言葉とさせていただきます。平成20年8月9日、熊本県知事、蒲島郁夫。